まあ、やっぱ先週九州でチャリティートーナメントを開催していただいて、そのやっぱそこでねちょっと試合感を8ヶ月分を取り戻したというか、いい緊張感でプレーができてましたし、それが今週もねうまくその自分をコントロールできてるような気がします。はい、うん、まあ、やっぱりもう一番ホールでしょうね。あと150ヤードぐらいが入ったん で、まあ、僕個人的な意見ですけど、やっぱり5番ホールがすごい難しいホールなんで、まあ、そこまででちょっとこうアンダーにしときたいっていうのは初日から思ってまして、3アンダーでいけたんで、まあ、結果ナイスパー取れたんですけど、そこが大きかったですね。そこからやっぱ中西プロがねすごいテンションが上げ上げでこう接していただけるので、中西プロのおかげで。ありがとうございました。まあやっぱこのコースがねやっぱ難しいので、こうやっぱ本当自分との戦いっていう言葉が僕は合ってるコースだと思うんで、本当自分のできる最高のプレーをと思って一打一打今日までやってきて、まあ、明日もそれは持続しようかなと思いますし、皆さんね選手会長でやらせてもらって、ゴルフ以外のねいろいろなこともこう勉強させていただいてますんで、まあ、そこいろんな方に感謝しつつ頑張りたいなと。